トポロジーとは、ネットワークの接続形態のことで、大きくポイント2ポイント型と呼ばれている2台のコンピュータを1対1で結んだ形態と、ポイント2マルチポイントと呼ばれている1本の回線に複数台のコンピュータが接続されている形式の2種類があります。ポイント2ポイント型の代表例は専用回線で、転じて専用回線のことをポイント2ポイント回線という場合もあります。ポイント2マルチポイントに該当する接続形態は様々で、大きくバス型、スター型、リング型、メッシュ型があります。バス型とは、1本の線にコンピューターを芋づる状に配線した形態です。このバス型は断線するとネットワーク全体が停止するという特徴を持っています。バス型の代表例は 10Base5 イーサネットです。スター型とは、集線装置を中心に放射線状に接続した形態です。スター型の場合、集線装置が故障するとネットワーク全体が停止するという特徴を持っています。スター型の代表例は 10Base T イーサネットです。リング型とは、コンピューターを輪を描く形で接続し、データを一方通行で流す方式です。リング型は、一箇所でも断線すると、ネットワーク全体が停止するという特徴を持っています。リング型の代表例は、トークンリングランです。メッシュ型とは、コンピューターを網の目状に接続します。メッシュ型は、冗長性を確保しやすい反面、線の数が増えるとコストがかかるという特徴を持っています。メッシュ型の代表例はフレームリレー網です。つまりトポロジーとは、ネットワークの接続形態のことで、ポイント2ポイント型、バス型、スター型、リング型、メッシュ型があります。